画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトハントレスやっていきましょう。このキラーめっちゃ楽しい。なんか、ポンポコポンポコ斧投げてるだけで楽しいもんな。もう何も気にせずにやってますから、今、最近は。青、スプーバー。うまい。オッケー。よいしょ。もうね、なんというか、真面目にこうやるのってたまに疲れてくるじゃないですか。そういった時にやっぱおすすめだね、このキーは。よいしょ。おっと、そこがつく。あ、びっくりした。あうち、ダメだ。なんかいる。スピーバー、オッケー。ダメか。意外となんか障害物がね、背が高いんですよ。よいしょ。なんか地下釣れそうなんで釣りに行きますわ。よいしょ。まあ、なんかね、アーカイブやりながらぼちぼちね進めながら、まあなんか、まあ、毎回こうね、勝ちを目指すっていうのも面倒だし疲れるので、向こうに2人、そこに1人なので、なるべくね、なんかって、あ、いますね。よいしょ。ドン、ドン。なんかいる。あれ、いない。気のせいでした。まあ、とりあえず耐久見るか。ああ、いたわ、やっぱり。向こうがつくということは向こうに2人いるってことでしょ。でもやっぱこのマップ、これが強いね。このマップこれが強いわ。よいしょ。なんかいるよね、やっぱり。死んじゃう。なんじゃこの、わけのわからん構造は。よし、ちょっとこの人もらっていきますわ。よいしょ。ね、ちょっと今回あんまり遠投とかがね、当てられなかったんで、あれなんですけども。でも1試合前なんかね、まあボコボコだったんですけど、露見で見えたね、人に、なんていうの、手斧手斧当てたりとかね。そういう、楽しいことがね、あるじゃないですか。まあ、チェイス、2
普通のキラーでもまあチースがね楽しかったりとかあるんですけど、やっぱこのキラーにしかない独特のあれがあるじゃないですか。あれスプーン、あ、一個の積み重ねがね意外とね大事な気がするわ。楽しいの積み重ね。楽しいか楽しくないかってこのゲームに限らずだけどさ、ゲーム続けていく上では重要なファクターなんだよ。なんかね、毎試合毎試合こう勝ってね、まあ、勝ったら楽しいけど、なんだろう、一生懸命にさ守ったりして疲れるのもね嫌じゃないですか。渇望切れちゃった。よいしょ。やっぱいいね、ハントです。なんかただ斧投げるだけでも楽しいですね。近くに来てると思うんだけど、あ、なんか聞こえた。よいしょ。今回はたまたまね、やっぱ地下に釣れたで助けに来るのが遅かったっていうのはねあったんで勝ちましたね。なんというかね、やっぱチェイスも楽しいな。追っかけるのも何も考えずに追っかけるのも。それで勝てることもあるし、まあ毎回毎回これかこれやって楽しいかって言われたら、まあ、負けが込むとね、やっぱ多少なりともイライラしてくると。まあまあまあ、たまにはね、たまにはこういうのもいいと思います。はい、まあ、今回はたまたまこれ全部されたんでこれを採用。アーカイブも終わったしね、ちょっとなんか1、2試合遊ぼうかなということで、やっておりました。というわけで、はい、たまにはね何も考えずにひたすら追っかけるってのも楽しいなっていう、じゃあ気にせずね思いました。丸。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。